音楽の才能がない人はもうやめましょう。お疲れ様です。ベーシストのリーチです。今回は音楽の才能についてのちょっとお話をしていこうかなと思ってます。結構ベーシストで YouTuber の方結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ、コメントとか見ていくとなんかねアンチコメントみたいなのがちょこちょこあったりするんですよ。でなんか才能ないからやめろみたいな、なんか下手くそやみたいな、あの人に比べたらこの人は全然やみたいな、めちゃくちゃうまいなこの人って思うような方でもやっぱそういうコメントとかあったりするんですよ。実際の才能ってあるのかどうかっていうのと、才能がなかったらもうなんかその上手くならないのかっていうところについてね、まあ、ちょっとお話できたらいいかなと思ってます。まだ低音研究部に入部してないという方はチャンネル登録のボタンを忘れずに押して帰ってください。それでは早速いってみましょう。まあ、まず僕自身で言いますと多分僕は才能ない部類だと思います。どっちかっていうとある部類じゃないと思います。まず弟とほぼ同時期に僕音楽始めたんですよ。まあ弟が中2ぐらいの時で、僕が高1ぐらいの時に同じようなタイミングで僕がベース、弟がドラムを始めて、同じバンドで頑張っていったって感じなんですけれども、その時に弟の成長の仕方がちょっと異次元やったんですよ。もう段違いの上手くなり方で僕全然上手くならへんかったってのがあって、なんか指とかは動くんですよ。だんだん動くようになってくるんですよ。やってると指とか動くようになってくるんやけど、なんか上手くなってる感じじゃないというか、聴いてる側も多分なんかまあ、なんか指とか動いてちゃんと弾けてるのは弾けてるけど、なんかこれが上手いと言えるのかどうか微妙やなっていう感じの演奏をしたと思うんですよ。まあ、未だにそうだと思うんですけども、弟は逆でもうね、もう誰が聴いても上手いなこれっていうようなドラムを叩いてたんですよ。で当時からその弟は中学校2年生の時からそのライブハウスとかで活躍してたんですけれども、その時でもねやっぱ演奏が良かったんでね、中学校2年生の割にあんまりやってる期間も短いのに上手かったから、先輩のね年上のドラマーからねなんかもう演奏が終わるたびにねなんかスネアもらったりとかなんかもらったりとかしてたんですよ、うちの弟っていうと。それ見てなんめっちゃ羨ましいな思ったんですよね。兄弟でこんなになんで差が出んねんと思ってたのがちょっとね一個ありますね。それ見ててあんまり俺センスねえなって思ってたのがちょっと音楽始めた最初の頃の印象ですね。ほんで僕もあんま服装とかも全然こだわりなかったから、当時でその打ち上げとかまあ行くじゃないですか。で先輩のもう僕忘れもしないんですけれども、先輩のとあるバンドのギターボーカルの人、ほんまケータってやつなんですけど、ケータあいつマジでほんまね弟と僕バリ比べてくるんですよ。で弟はこれやろね、兄貴マジで終わってんだみたいな感じでめっちゃ言ってくることがあって、もうそういう僕もめっちゃ腹立ってるんですけど、で僕も悪いんですけどね、演奏そんな上手くないし、何の服でライブハウス出たらいいか分からんから、とりあえず学校の体育終わったのもそのままで体操服着てライブとかしてたから、まあちょっと終わってるのに見えても仕方ないなって感じもあるんですけれども、なんかもっと言い方あるやろっていう感じもしてね、めっちゃムカついてたんですよ当時は。だから僕はそんなにうまくはないぶりやと思うんですけれども、まあでも言うても僕このチャンネル見てくれてる人だと分かると思うんですけれども、まあそこそこ世の中で出てる例えば有名なスラップフレーズだったりとかっていうのは、まあ上手い演奏かどうかちょっとさておいて、まあ普通に弾けるのは弾けるんですよ一応僕。なんで才能がなくてもここぐらいまでは全然余裕でいけます。で当時の僕と弟の差っていうと、これ多分長男とか弟を持った人とか兄弟を持った人の上の立場の人って分かると思うんですけれども、弟の立場とかっていうとなんかねその兄貴に負けて当たり前っていうスタンスなんですよ。あと兄貴の年上やしみたいな、だから俺は別に負けてもいいんだっていう感じでなんか気にしないんですよ負けることに対して。ただ兄貴からすると年下の弟に負けるわけにいかんから、なんかプレッシャーを背負いながらやらなくなるんですよね。これちょっと分かる人はおると思うんですけれども、そのプレッシャーが練習の効率を邪魔するというか、なんかレベルアップを邪魔するような感じがして弟に負けてたなって感じもあるんですよ。そういう屍がなくなって、ほんまの意味で音楽を楽しみながら練習していくとめちゃめちゃ伸びていく人めっちゃおると思うんですよ。そういうところで才能がね埋もれてる人結構おると思うんでね、まあ、そういう環境もちょっと大事かなというのは思いますね。実質生まれつきの遺伝子で結構音楽の才能って決まるらしいんですよ。もちろん全部ってわけじゃないと思うんですけれども、まあ、音楽の才能かさておき指の長さだったりとか、まあ、そういったのも一つの才能とするともちろん決まるじゃないですか。あとはその三大要素というか、まあ、リズムとかメロディーとかハーモニーとかのその感じ方とか捉え方とかその表現の仕方とかっていうのも才能で決まったりするところもあるらしいんですけれども、ただねそれ全部が全部金揃えて生まれてくる人ってねなかなか珍しいと思うんですよ。僕一人後輩でめちゃくちゃベースうまい子おったんですよ。高校生の時なんですけども、まあ、その子ね今スタジオミュージシャンになったと思うんですけども、めちゃくちゃリズム感良くてめっちゃうまいこと弾くんですけど、むっちゃ音痴なんですよねそいつ音程が合ってるかわからんみたいな、なんか歌ってても音程外すし、なんかベースのフレーズとかが結構音痴な感じやったんですよ当時。
ただうまいんですよ。タブーとか見せて、楽譜とか見せて弾かせるとむちゃくちゃうまくて、しかもバッてイケメンでめっちゃ出たんですけれども、なんかね、やっぱそう 1個かけた場所があって、それがズバリその子に言うと音痴やったっていうか、その音感的なところでちょっとかけてたっていうところがあって、まあその子ね、結構そういうところを努力で克服して今サイドミュージシャンになったっていう話聞いたと思うんですけれども、ちょっと今はちょっとわからないんですけど、まあそういう方もいらっしゃると。結局努力ってとこもあるんですよ、ぶっちゃけ。なぜ楽しめるかどうかっていうのが大事なんですけれども、やっぱ同じ努力でも楽しんでる人と楽しんでない人だと、やっぱ楽しんでない側はノルマっていうか、なんかそういう風になっちゃうと、やっぱね結構伸びにくいかなっていう感じもするんですよ。で、僕はよくあったのが、そのバンドとかすると、バンドしないと伸びない能力っていうのも絶対あるんですよ。ただバンドすることによってまた伸びない能力もあるっていうのも、またねちょっと覚えておいた方がいいかなと思います。やっぱバンドをやると、バンドのリーダーとかになって、そのこの曲やっていこうねとかって提示する側やと、ちょっとまだね、あの、なんともないとこあるんですけども、提示される側やと、なんかね、その曲を覚えるときにノルマになったりとか、フレーズ考えなあかんときに、ちょっとなんかもうやりたくないときでもやらなあかんっていうところがあったりとかして、なんかそういうところでね、ちょっとなんか音楽的なモチベーション下がっていって、なんか練習効率が落ちるというか、ちょっとなんかその、レベルアップがね遅くなっちゃったりするっていうケースもまたあったりするんでね、まあ、そういったのも考えながら、このバンドには俺向いてるなとか向いてないなとか、今バンドしない方がいいなっていうのを考えながらね、音楽活動やっててもらったらいいかなと思います。ちなみに僕は今バンド活動やってないんですけども、バンド活動やるとね、やっぱそのノルマめっちゃ増えるんでね、ちょっと今やりたくないっていうのがあってバンド活動やってないんですけどね。音感とかメロディーとかは、まあ、小さい頃からやっていると、その絶対音感とか、まあ、ピアノやってる子とか結構おると思うんですけども、そういうのはついたりするんですけれども、やっぱりね年齢を取ってから音楽始めるとね、絶対音感とかそういう特殊技能みたいなのがつかなかったりしますね。それは別にしゃあないと思うし、絶対音感なかったら音楽したらあかんとかってルール別にないから、別にそれはまあいいとして、問題はリズム感とかっていうのはね、結構ね音楽では、まあどこのチャンネル特にベーシストの方が見てくれてる人多いと思うんで、リズム感っていうのはね、結構その俺リズム感ないんちゃうかな、リズム感のセンスないんちゃうかなってことで悩んでる方もまた多いと思うんですよ。僕もその人だったんで気持ちめっちゃわかるんですけど、リズム感は努力者結構つくと思います。で、僕全くリズム感なかったタイプなんで、今もそんなあるタイプじゃないんですけども、まあ、日々努力するとそこそこある程度までいくと思います。ただその世界トッププレイヤーと張り合えとかっていうレベルはさすがにちょっとね、まあセンスというか生まれつきのものもあるかなと思うんですけれども、その辺のもライブハウスでリズム感があるベーシストって言われるぐらいだったら全然努力でなれると思います。例えばメトロノーム鳴らして、そのワンツースリーフォーみたいな、そのなんか手拍子できたりとか、なんかちょっと裏拍とかできたりとか、なんか複雑なことを手拍子できるようになったら、またもう練習さえしたらね、大体上手くなるんですよ。そんなもんセンスがあるとか上手いとかめっちゃ言われてるプレイヤーっておるじゃないですか。あの人だってね、いくぐらい練習してるっすよ。そのセンスがないから練習してるかどうかわからないんですけれども、多分ね、シンプルにめっちゃ練習してるっす。それぐらい練習して、その時に、あ、俺あの人ぐらいまで上手くならねんかったなってなって、初めてね自分のセンスがわかるんですよ。お前センスないって散々言ってきたケータ、サケータおるじゃないですか。そのケータなんかね、その僕の何を見てねえって話なんですよ。コイキングの可能性もあるじゃないですか。下手したらレベル20ぐらいになったらいきなりギャラドスになる可能性もあるんで、まだ上手くないベーシストとか、まあ、楽器やってる人の今後未来のセンスをその読み取るというのはね、はっきり言って不可能です。そんな大予言無理でしょ。そんなノストラダムスでもそんな無理ですよ。なんでセンスがあるかないか、もうセンスなかったやめようかなと思ってる人は、とりあえずセンスがあるかないかで音楽をやめるとかじゃなくて、音楽をやって楽しいか楽しくないかで今後もやるか やなんか決めていってもらったらいいと思います。思んなかったらもういいでしょ、別にやめても思んないのにね、やり続ける人もないので、別に面白かったらセンスなくてもやったらいいと思いますよ。それは別にやってたら思んない時期も来ますし、伸び悩む時期も来ると思うんですけれども、まあ、それでもやってて楽しいんであればね、センスあるなし関係なしにね、まあ、やってもらったらいいと思いますけどね。なんせ楽しんで音楽に携わってたら、おのずと能力が伸びてきますよ。例えば知識とかも分からないこといっぱいあると思うんですけれども、知識増やしたい、知識を覚えたいっていう、そういうタイミング来たりします。そういうタイミング来たりとかしたら、いろいろネットとかで調べてもらったら、割とすんなり入ってたりするんですよ。別に今そんな知識必要じゃねえな、俺。別に知識興味ないな。なんか音楽理論もあんま興味ないなっていう時には、そういったものが頭に入ってこなかったりするんで、それはもう、おのずとその都度その都度の、まあ、ケースで、まあそういうタイミング来るっていうのをね、覚えてもらったらいいと思います。なぜ楽しんであれば、センス関係なしに、長い目で音楽楽しんでいってもらったらいいかなっていうのがね、今ちょっと僕の答えかなと思います。こいつセンスないわとか、こいつ下手くせえわとかって言ってるアンチコメントをしてる、あなたね、あなたですよ。そんな言わんとね、仲良くしましょうよ。友達じゃないですか、僕ら。今回はね、音楽のセンスというところについてね、まあ、ちょっとお話させていただきました。うん、まあ難しいとこなんですけれどもね、そんなセンスがあるかないかって判断してたら、そんなんか人生思んないでしょ、そんなん。センスないからもうやらんとくとか、まあ、そんなんじゃない気がするんですけどね、僕はね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。